そんなことないです。むしろ来てくれて驚いたっていうか、よかったんですか？他の皆さんを差し置いて私と会ってくれるなんて。そんな風に言われるとちょっと気後れしますけど、私も覚悟はとっくに決めてきました。どんな返事でも後悔はありません。でもその前に一つだけ謝らせてもらえませんか？あの時テニスの勢いに任せて思いを伝えちゃったことです。リーン教官のことだから真剣に考えて返事をくれるのは分かってました。でもそれと同じくらい困らせちゃっただろうなってずっと後悔してたんです。それでも冗談めかして撤回したりは絶対にできませんでした。だってこの思いそのものには嘘も偽りもないから。私がリーン教官をあなたのことを好きだってことには。あなたって人はこの後に及んでそうきますか？教官らしいといえばらしいですけど、そういうところもって思いますけど。だったらせめて約束してください。絶対に明日を乗り越えて私が文校を卒業するまで見届けてくれるって。そうしたら教官と教え子じゃなくなりますし。大丈夫です。何があってもこの気持ちは変わりませんから、絶対に。なんだか応援してくれてるみたいですね。